はお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町をお過ぎなされて青物町を上りへなされれば、蘭関橋虎屋幸右衛門ただいまは停泊いたして遠斎と名乗ります。いや、小田原の、灰田原の、三田原の、隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持ってういろうと記せしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か道の沢へ湯治においでなされるか、または伊勢御三宮の折からは必ず門違いなされまするな。岩頂より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の湯治ういろうという人我が町へ来たり、帝へ三大の折からこの薬を深く込め置き、用いる時は一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮香と賜る。すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮香と申す。続いては市内に新たなお店がオープンとなる話題です。自家製ハムとソーセージの専門店エリカ決戦山吹が今月20日金曜日にオープンしました。市内荒町にあるスキュー商店向かいの空き店小諸市議会9月定例会が今日26日木曜日に開会しました。初日の今日は令和2年度の決算報告をはじめ、条例改正案や本年度の一般会計補正予算案など30件が提出されました。それに新型コロナの緊急経済対策など補正予算1件が即決の審議となり、今日の本会議で可決しました。